まずは初回、その山崎福也の立ち上がりです。先頭バッター金子裕二はスイングマークの三振、バッターが回りました。2番源田はショートゴロ、ツーアウトを取ります。3番の栗山も緩いカーブが見逃しの三振、初回を0点に抑えました。一方2番の立ち上がり、ワンアウトだった2番の船の打球が、これが内野安打、2番にとってはハードラックな打球になりました。まあ、その後ランナーは2アウト緩い1塁で T 岡田、この打球がセカンド胸ピン取れません。ライトバックホームするんですが、胸がホームに帰って1点先制、 T 岡田タイムリーヒット、バファローズ先制。しかし3回の表、ブランドンを置いて今日スタメンマスクの告げ、今シーズン第1号特大の一発が出ました。打った瞬間そんなホームランで2対1、ライオンズが逆転に成功します。その裏、3回の裏、先頭バッター福田、これをうまく打ってライト線ツーベース。まあ、その後ツーアウトランナー満塁とチャンスを広がって、バッターロメロというシーン、ロメロはスイングアウトの三振、今井もここはピンチを出します。4回です。ツーアウトランナー三塁一塁で、今日スタメンのブランドン、チェンジアップを素直にセンターに弾き返していきました。これがタイムリーヒット、3対1、リードは2点に広がって、さあ4回バファローズツーアウト満塁というチャンスで吉田正尚、ここでセカンドゴロ、バファローズもチャンスもらうんですかね。もうね、本当にワンボールたくさんもらってるんですよ ね、 ね、あと1本出ません。しかし7回、変わった竹熊からワンアウトの後、吉田正尚の打球はライナーでライトへ第14号。さあこれで1点差、3対2。さらに4番の杉本、ピッチャー戸上に代わって、この打球が低めのボールうまく打って、これが右中間、杉本は3塁へ、ワンアウトランナー三塁となって、初回先制タイムリーの T 岡田、戸上からライトへクリーヒット、これがタイムリーヒット、3対3の同点にバファローズ追いつきます。さあ同点になって終盤勝負、8回の表、長安がマウンドに上がってノーアウト二塁、ここでウネティンスターのファールフライ、スパンデンバーグはまっすぐ勝負で見逃し三振、ツーアウトの後ライト高木もスイングアウト、ここもまっすぐで最後は攻めました。バッテリー誘拐です。平野吉田マウンドに上がってツーアウトの後、代打は中村拓也、ここはショートゴロ、誘拐を平野が3人で抑えました。となればライオンズもここは平をマウンドに送ってランナー2人フォアボール出すんですが、ワンアウト二塁一塁からロメロスイングアウトの三振、これでツーアウト。大城もバットを短く持って打っていくんですがスイングアウト、これで試合終了。結局3対3の引き分け、平は37試合連続の無失点ということになっています。